白坂慎太郎の経済ニュースの本質。白坂慎太郎です。今回はたとえダラダラだったとしても続けるというテーマのお話を聞いていただければと思います。まあ、結果を出したいと、夢を叶えたい、成功したいという時はですね、たとえダラダラだったとしても、一つの分野、っていうのを続けるということがすごく大事だということになります。はい。そうした時に、結果を決める最重要の要因って何なのかということですよね。何が結果を決めるのか、一番大きな要因は何なのかと言った時に、間違ってもやる気ではないということです。やる気で結果が決まるわけではないということですね。だからやる気はないよりはあった方がいいのかもしれないですけど、あるやる気があるからといってうまくいくわけでもないし、逆にやる気がなかったからといって、うまくいかないっていうわけでもないということですね。だからやる気は関係ないんですよ。だから関係がないやる気という感情を、自分の判断材料、例えば行動するとかしないとか、続けるとかやめるとかっていう判断材料にすると、うまくいかないということですね。望んでる結果まで到達することができないということです。だから結果を決める最重要の要因というのはやる気じゃないんだということですね。じゃあ最重要の要因って何なんですかって言ったら、それは機会タイミングです。機会タイミングが合えば、たとえやる気がなかったとしてもうまくいくんですね。で、機会タイミングが合ってない時っていうのは、たとえやる気満々だったとしても、いい結果が出ないということです。で、ちょっとイメージしやすいようにですね、例えを出したいと思うんですけど、今回はですね、サッカーをちょっと例に出したいと思います。サッカーですね。で、サッカーは、1試合90分ですね。45分で、合計90分で、試合をすると言ったときに、じゃあ、例えば、自分がですね、サッカーのストライカーという形で、出場しましたということですよね。フォワードで、ストライカーとして出場しましたとします。そうすると、自分に求められていること、ストライカーである自分に求められていることって何なんですかって言ったら、それは当たり前ですけど、点数を取ることなわけです。点数を取ることっていうのが、フォワードでストライカーである自分に、求められていることということですよね。必ずしも90分間どれだけ一生懸命走ったかっていうのは求められてないわけですよ。90分間とにかく全速力で、いつも全力で走ってくださいということは、ストライカーの自分には全く求められてないことですよね。求められていることは何なんですかって言ったら、点数を決めるということです。点数を決めるということが求められているということですよね。ってなった時に、じゃあ90分間でどういうふうに過ごすか、例えば90分間とにかく、毎秒毎秒全力で走り続けるのか、それとも結構90分間の大半はダラダラ走ってるんだけれども、いざっていう本当に機会タイミングですよね、まさにチャンスが来た時っていうのに全集中して、それで一瞬全力でボールを蹴り込んで、それでシュートを決めるというのを目指すのかということです。で、そうした時にやっぱり固定観念は90分間大事な試合に出場してるんだから90分間全部全力で走るべきっていう固定観念があったりするかもしれないんですけども、そういう選手っていうのは大抵二流ということなんですよね。機会タイミングではない時に全力で走るっていうのは無駄に体力とか集中力を落としてしまうということですよね。全然それは機会タイミングじゃないと。要するに、その瞬間は間違いなく相手チームから点数を取るそういうタイミングではないという時に、ストライカーの自分が全力で走るというのは、無駄に体力を消耗させてしまうと。で、体力が消耗してしまうと当然集中力も下がってしまうので、っていうことは、はっきり言って二流ということになるわけですよね。求められているのは90分間ずっとずっと全力で走ることではなくて、機会タイミングに自分の実力っていうのを全集中で発揮することができればいいわけです。だから90分間の中で、じゃあそういう点数を本当に取れる瞬間で取れる機会チャンスっていうのはどれぐらいあるのかと言った時に、はっきり言ったら10分の1もないわけですよね。つまり90分間の10分の1の9分間も機会チャンスはないわけですよ。もっと短い時間しかないわけですよね。それはもう5分なのか3分なのか、もしくはもう本当にね、1分とか、かもしれない。それぐらいの
短い時間しかないわけですよ。まあ、仮に90分の10分の1、9分間機会タイミングがあったとしても、まあ、要するに点数を取れる、まあ、そういうチャンスが訪れたとしても、まあ、残り9割のですね、まあ、81分間っていうのは、まあ、その、ね、選手がどれぐらい全力で走ってるかっていうのはあんまり大事なところじゃないということですよね。うん、そのなんかメリハリっていうのがすごく大事だということです。だから90分間全部全力で走っていればそれでいい結果が出るかどうかっていうのは全然関係がないということです。だからまずは結果を出すために一番大事な要因、重要な要因っていうのは機会タイミングなんだっていうのをまず頭に入れておくということですね。でそうした時にじゃあやる気っていうのを基準にしてはいけないのはなぜかっていうことですよね。で自分は今やる気があります、だからやります。自分は今やる気があるんでだから続けます。いや自分はやる気がないんでだからやめますとかね、行動しませんと。なんでやる気を基準にしてはいけないかということなんですけど、やる気っていうのはこの機会タイミングと必ずしも一致してないんですね。じゃあやる気ってどういう時に起きてどういう時に起きないかっていうことなんですけど、やる気っていうのは一言で言うと不足感なんです。不足感だから自分が不足感が大きい時っていうのはやる気が出るんですね。で不足感がだん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 小さくなってくるとやる気っていうのはまあ薄れていく、弱くなっていくということです。でそうした時にじゃあ例えばさっきのサッカーの例で見た時に、サッカーに対して一番やる気が大きいのはいつかっていうと、それサッカーを始める時なんですよ。で例えばその少年がね、初めてサッカーっていうのをに、まあ、挑戦するっていう時が一番サッカーに対してワクワクドキドキねしてるんですよ。やる気も大きいんです。なんでかって言ったら、サッカーに対して知識もない、技術もない、経験もないわけですよね。だからすごくこうね、不足感が大きいわけですよ。もし例えば小学校6年生の子がね、自分はね将来はプロのサッカー選手になりたいと言った時にね、ゴールはプロのサッカー選手になることですよね。でも実際自分はまだやる、ね、サッカーほとんどやったことがない、まあ、完全に初心者であると、した時に、まあ、サッカーに対しては知識もない、技術もない、経験もない、だけど夢は、プロのサッカー選手ということは、その間に不足感がすごく大きいわけですよね。だからやる気になりやすいわけですよ。だからサッカー楽しいわけです。ワクワクする、ドキドキするわけです。やる気もあるわけですね。でそうした時にじゃあそのやる気をもとに、まあ、実際サッカー始めましたとした時に、最初の3ヶ月とか最初の半年とか最初の1年っていうのはすごくやっぱり上手になるんですよね。要するにこう0点だったのが、まあ、一気に60点ぐらいまではもうかなり短期間でいくわけです。今までサッカーは全然できませんでしたとね、ドリブルも全くできなかった、パスも全然できなかった、シュートも全然できなかった。それがね、まあ、でもやる気はあったと、やる気はあったんで、ね、なので、まあ、練習をしていったら、ね、例えばドリブルができるようになりました、パスができるようになりました、シュートができるようになりましたとします。そうすると、まあね、はっきり言ったら60点ぐらいまでは、まあ、かなり短い期間、3ヶ月半年1年みたいな短期で、まあ、行くわけですよ。だすごく楽しいわけですよね。自分はサッカーを、ね、するのは刺激的だ、ワクワクする、ね、だからやる気もある。でやる気をやったらどん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 できなかったこと、昔全然できなかったことが少しずつ少しずつでも確実にできることが増えていく、それが0点から10点20点30点で、まあ、60点ぐらいまではその技術という面ではかなりこう短期間で上がるんですよね。だからすごく好循環になりやすいわけですよ。練習する上手になる、練習する上手になる、練習する上手になるっていうので、すごく好循環になりやすいわけですよ。ところがじゃあ最初0点でプロのサッカー選手になるっていうゴールからすると、まあまあね、100点足りないと、不足が100ありますと。でそれで、まあ、自分が例えば60ぐらいまで上手になったとしますよ ね。だからサッカーに対しての知識も出てきた、ね、技術も上手になってきた、一通りパスもできる、ドリブルもできる、シュートも打てる、っていう風になってきた、ね、経験も出てきましたと、ね、試合にも何回か出るようになりましたと、いうことになって、まあ、例えばじゃあ60点ぐらいまでいったとしますよね。でそうすると当然不足感は小さくなってるわけですよ、ね、自分は60まで来てる、ということはあと例えば40だという風になるわけですけど、こっからは、まあ、はっきり言ったら技術の伸びとかっていうのは確実に鈍化するんですよね。だから0から60っていうのはプラス60なんですけれども、例えば60から80っていうことになると急に伸びなくなるわけですよ、うん、だから例えば3ヶ月半年1年で0から60になったとしても、60から80ってなるともうそ
たったプラス20点なのに、たったプラス20点なのに、そこからもう何年ってかかったりするわけですよね。だからだん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 サッカーに対してのワクワクドキドキとか楽しさとか、っていうのが薄れてくるわけですよね。もうやってもやらなくてもみたいな。で、今日一日練習をする、今日一日練習を休む、まあどっちでもいいんじゃないのという感じになってくるわけですよね。だからやる気っていうのがどん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 薄くなっていくわけですよ。弱くなっていくわけです。で、そうした時に、じゃあもう自分は今日はやる気が出ないからね、例えばサッカーの練習をしない方がいいんだとか、っていう風になってくるわけですよ。で、そうすると、まあ結果的には、まあ夢が叶わないとか、まあね、望んでる結果まで到達することができないということになるわけです。で、ましてね、もう80を超えたということになって、まあ例えばじゃあ80っていうのは、まあプロのね、基準だとしたときに、その80を81にするとかね、81を82にするとかっていうのは、またそのたった1点たった2点を上げるのに何年ってかかったりするわけですよ。だからものすごいそのね、努力に対してのその効果っていうのの、まあ、伸びっていうのがどん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 小さくなっていくんですよね、うん、だからもう本当に1年2年頑張ってやって1点上げるみたいなね、そういう感じになってくるということです。そうすると本当にそれこそ今日1日練習するとかしないとかって言った時でも、まあ、どっちでもいいというふうに感じてしまうわけですよね。で、自分の頭の脳の中には過去の記憶が残っているわけです。自分の頭の脳の中には過去の記憶が残っていて、一つは昔はすっごいサッカーが好きだった、サッカーがすごい楽しかった、ワクワクしていたとね、すごくこうねキラキラしていたと、まあ、そういう過去の記憶も残ってるし、もしくは始めたばっかりの時っていうのは、まあ、できないことばっかりだったんだけどね、練習すればどん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 できることが増えていって、まあ、上手になっていったとね、その短、まあ、これぐらいの期間、3ヶ月半年1年ぐらいの期間でこんなに上手になったっていう過去の記憶もあるわけですよ。で、そのイメージが残っているとね、じゃあなんでこんなにサッカー楽しく感じないんだろうとかね、なんでこんなに練習してるのに全然上手くなってる感じがしないんだろうっていう風になってくるわけです。要するに過去と比べた時にですよ。だからやる気っていうのを基準にしてはいけないということなんですね。やる気っていうのを基準にすると、やる気があるから練習する、やる気がないから練習しない、もう極論サッカーに対して全くねやる気を感じないんで、もうサッカー自体をやめてしまうという、まあそういう判断になりがちということですよね。で、もちろんその人がねサッカーに対して全く才能がなくてね、もうっていうこともあるので、まあそういう意味でじゃあ別の分野かなということは、まあ可能性としてはあるんですけど、大抵の場合、まあ、やる気というのを基準にしていると、結局自分がねやる気を感じるとか感じないとか、ワクワクするとかね、っていうのを基準にしていると全部同じになっちゃうんですよ。だから、じゃあ例えばサッカーが0から60になりましたと。で、60から全然ね伸びを感じなくなったと。で、なんか練習しても、まあ、行動してもね、あんまり結果が出ないとか、結果が変わらないということで、まあ、いわゆるこうね壁にぶち当たるっていうか、まあ、自分自身のなんか限界みたいなのを感じるっていうことは、別にサッカーに限らずありとあらゆる分野で起こるわけですよね。で、壁にぶち当たりました、限界感じました、やってもやらなくてもどっちでも結果変わらないように感じます、だからやる気がない、ね、やっても無駄だっていうふうに思ってやる気が出ない、だから別の分野に移ります。で、また0点だから、ね、不足感が大きくてワクワクするわけですよ。で、また0点から60点ぐらいまで基礎基本みたいなのがなんか一通りできるようになったら、ね、急にまた、ね、楽しくなくなるっていうか、またなんかワクワクしなくなるっていうかね、刺激が弱くなってるっていう感じですよね。で、そしてまあ続けていったとしてもなんかね伸びてる気がしないと、ね、なんか練習しても行動してもなんかね成果に結びついてる気がしないと、上手になってる気がしないということで、やる気がなくなるですよね、まあ、壁にぶち当たる、自分の限界を感じる、やる気がなくなる。じゃあこの分野でもなかったんだって言って、また別の分野に行くわけですよ。で、そうすると、まあ、人生どうなるかっていうと、0から60っていうのをずっとただ増やしていくってことになっちゃうわけですよね。で、そうすると、まあ、いろんなことが一通りできるようになってはいるものの、全部中途半端なわけです、ね、全部中途半端、基礎基本はできるけど基礎基本しかできないという状態になるわけですよね。で、そうすると、まあ、結局、まあ、プロっていう、域には達しないわけですよ。プロっていうのはやっぱ専門家なので、まあ、少なくてもやっぱ80点以上みたいな、
ね、ちゃんと例えばお金を受け取るならお金を受け取るだけの、それだけの専門知識、専門技能、もしくはそれだけの経験みたいなのがやっぱり必要になってくるわけですけど、やる気っていうのを基準にしてると、まあ、大抵60点とかで、まあ、やる気っていうのはかなり落ちているので、まあ、不足感がそれだけ小さくなってるわけですね。ってなるともう0から60で、また0のものを見つけて、また60までやって、でまた0のものを見つけて、また60までやってっていうのを繰り返すので、まあ、いろんなことをね、たくさん幅広くできるんだけど、何一つ専門的ではない、つまり、まあ、プロとしてお金を受け取れるレベルにないということになってしまうわけです。だからやる気を基準にしてはいけないということですね。だから、まあ、今回のテーマ、たとえダラダラだったとしても続けるということがすごく大事になってくるわけです。でサッカーの話に戻すと、90分間の中で、ね、チャンスっていうのが10分の1もないわけですよ。つまり9分間も機会タイミングっていうのは合わないっていうことですよね。ってことは、ね、その機会タイミングが来るまで、まあ、自分の体力とか集中力っていうのを、まあ、ずっと温存しとくっていうことがすごく大事ですよね。そもそも点数を決めると、ね、その機会タイミングがあって点数を決めることができるのは、そもそもそのフィールドの中に自分がいるっていうことがすごく大事だし、もっと言うとサッカーそのものを続けてるってことが大事ですよね。実際になんか機会タイミングがありましたと、まあ、決定的な瞬間みたいなね、例えばキーパーと1対1になったとか、ね、もう絶好の、ね、パスをもらうことができたみたいな、そういう、こう、機会タイミングっていうのがあって、それで本当に点数を決めることができるかどうかっていうのは、そもそもそのフィールドの中に自分が立ってる必要があるし、もっと言うとサッカーそのものをたとえ途中でどんなに、まあ、壁にぶつかっても、どんなに限界を感じたとしても、やっぱりサッカーやめないで続けてたってことが一番大事になるわけですよね。そうやって長い時間、長い期間、やってない限り、やっぱ機会タイミングに恵まれるってこともないわけですよ。90分間の中で例えば9分間恵まれたとか、5分恵まれたとか、3分恵まれたっていうことが起きるためには、そもそもやっぱり長い時間その分野の中に自分がいるっていうのが、まあ絶対条件なんですよね。だからたとえダラダラだったとしても続けるということが大事なわけです、うん、だから24時間365日全ての時に、まあね、やる気があるなんて、これ人間じゃないわけですよ。だからそれ人間としてありえないということですね。感情ってやっぱり浮き沈みあるので、上がったり下がったりするわけですよ。だから感情が上がっていく、やる気も上がっていく、感情が下がる、やる気も下がる、当然あるわけですよね。ってなった時に、じゃあ24時間365日やる気がずっとあった方がいいのか、サッカーの試合の時に90分間ずっと全速力で走り続けた方がいいのか、違うわけですよ。ダラダラの時間があってもいいし、まあ、長い目で冷静に見たらダラダラの時間の方が長いってことです、実際は、うん、大事なのはずっと全速力で、ね、無駄に体力とか集中力を消耗させることではなくて、機会タイミングの時に自分の実力を全集中で、ね、全部発揮できるかどうかっていうことがすごく大事なんですね。ってなったら、まあ、全集中できるってことは、その反対のすごいダラダラがないと無理なんですよ、ね、全集中できるかできないかっていうのは、その前にものすごいダラダラっていうのがあるかどうかにかかってるんですよね。まあ、空手が一番わかりやすいかもしれないんですけど、空手はですね、まあ、ゼロツーサウザンドっていうね、考え方があって、まあ、0から1000みたいな、そういう考え方っていうのがあって、超リラックスしている状態が0ですよね。そこからなんか正拳突きで一瞬で1000まで持っていくみたいな、ね、0 2000っていう考え方があったりするんですよね、うん、だからリラックスしてるときは徹底的に リラックスしてるんですよ。余裕があるときは徹底的に余裕があるんです。ものすごくこうゆったり構えてるんですね。だけどここだっていう時のその一瞬の正拳突きに、もう本当に自分が持って全エネルギーをぶつけるということで、ゼロツーサウザンドっていうことですよね。ゼロからもう一瞬で1000まで持っていくと。じゃあなんで一瞬で1000まで持っていくことができるんですかって言ったら、その前にゼロっていうね、すごいこうゆったりした余裕のある状態っていうのがあるからということです。だからこう本当に空手の達人みたいな人っていうのは、常に力が入り続けてるわけじゃなくて、ゆっくりゆったり構えてる、こうね、本当に超リラックスしてる状態から一瞬で正拳突きを全エネルギーを込めて
めて打つことができる、そういう人がやっぱ達人だったりするわけですよね。だからまあサッカーだろうが空手だろうが基本一緒なんですよ。大事なのはその一瞬の機会、チャンス、タイミングに自分の持ってるエネルギーを全部ぶつけることができるかどうかが全てなんですね。結果を出すっていうことでは、必ずしもいつもいつも全力であるかどうか、いつもいつもやる気があるかどうかっていうことは全く関係がない、大事ではないということです。だからやる気の基準っていうのを、例えば自分のやる気100みたいなのを基準にしていると365日のほとんどはまあやらないっていうことになっちゃうわけですよ。で、自分は今やる気100を基準にしてて、いや今やる気20ぐらいしかないですと、で今やる気10しかないですと、ね、じゃあ自分はあんまりやる気がないんで、なんかやらない方がいいと思いますみたいな、でやる気100みたいなのを基準にしてると、やらない理由を思いつくことが多いし、実際行動しない、練習しないっていうことが増えちゃうんですね。でそうじゃないわけですよ。やる気に関しての基準っていうのは低ければ低い方がいいんです。やる気に関しての基準っていうのは低ければ低い方がいいんですよ。極論ですよ。極論、やる気はマイナス100の最悪じゃなければもうやるというのがまあ一番いいんですよね。もう最悪、やる気マイナス100、最悪ですと。じゃないんだったらもう行動する、もう続ける、もうやるというふうに、基準をすごく下げておくってことがすごく大事です。だからやる気マイナス30、あ、100、マイナス100じゃないなと。で、やりたくないんだけど、なんかちょっとめんどくさいなって思うんだけど、だけど、まあ、マイナス100じゃないなと、もう何が何でも絶対やりたくないっていう最悪の状態ではないというんだったら、まあ、マイナス30、まあ、これぐらいはね、まあ、これぐらいやる気がないのは当たり前だよね、じゃあやろうということで、まあ、例えばそれがまあ、ある意味、まあ、日々やる、まあ、習慣的なものかもしれないし、まあ、習慣単位でやる、まあ、PDCA なのかもしれないですけど、まあ、マイナス30ぐらいだったら最悪じゃないんで、だからやろうみたいな感じで結局やるわけですよ。でそれを例えば3ヶ月、半年、1年、2年、3年、5年みたいな感じでずっと続けていけば、期間が長くなればなるだけ当然その機会、タイミングが訪れる確率も増えるわけですよね。当たり前ですけど、でなので基本的にはその場に長く居続けるってことはすごく大事だと思います。なので、まあね、全分野、ね、続けるかどうかっていうのはともかくとして、何か一つの分野はたとえ途中どんなことがあったとしても、ね、例えば壁にぶつかったとしても、自分自身がもうこれ以上伸びないって限界を感じたとしても、やっぱり今日もやるし明日もやるわけですよ。でその今日もやる明日もやるときに、やる気はそんなに重要視する必要はないということです。やる気マイナス30だったとしても、まあでもマイナス100じゃないからなということで、やっぱりやるわけですよ。でそれはもしかしたら自分のね、やる気100の状態からすると相当ダラダラしてるような感じがするかもしれないんですけど、それでいいってことなんですね。それでいいんですよ。そのサッカーで90分間ずっと全速力で走り続けてるかどうかっていうのは結果に関係がないんで、だからまあね、まあ、これは明らかに点数を取るために、まあね、関係がない時間、まあ、例えばもう、ね、これはもう、ね、自分のチームのキーパーが活躍する時間とか、ディフェンダーが活躍する時間で、まあ、ストライカーである自分が、ね、活躍する時間帯ではないんで、だからまあはっきり言ったら全速力で走ってなくていいんですよ。だからまあダラダラだったとしてもいいということです。求められてるのはずっと90分間ずっと全速力で走ることが求められてるんじゃなくて、点数を取るっていうことが求められてるんで、その機会タイミングが来るまでははっきり言ったら静かに、まあね、冷静にサッカーの試合状況っていうのをまあ観察してる、まあ、俯瞰してるような、そういう自分であっていいということです。だから、あ、今日ね、今日もあんまりねやりたいって思わないなと、ね、今日もあんまりねやる気が起きないな、でもまあ100じゃマイナス100じゃないなとね、まあ、やる気ないんだけど、ね、だけどまあマイナス30ぐらいだから、まあ、だから今日もやるかということでやっぱりやるわけですよ。でそうすると、まあ、長い期間やってれば、まあ、タイミングみたいなのが合うし、やっぱり知識、技能、経験っていうのはやっぱり長くやればやるだけ磨かれていくものなんですよね。たとえ、ね、あんまりこう、ね、伸びてる実感がないとしても、もしもう自分はもう80まで来てると、80を81にするとか、81を82にするっていうのは、これ本当に大変だと思うんですけど、ね、すごくやっぱり時間もかかるし、エネルギーも必要になるんですよね。だから、80
80まで来た、いや今日ね練習しても今日休んでもやっぱり80のまんまっていう感じがするわけですよ。だけどやっぱりやることでね、それは1ミリかもしれないけど1なのかもしれないけれども、やっぱり81に近づくのはやっぱりやることなんですよ。たとえやる気がマイナス30ですとね、だから本当に自分のやる気100の状態からすると、まあ、ダラダラの状態かもしれない、でもやっぱりやるんですよ、でもやっぱり続けるんです。そうすると80から81の間にやっぱりこう近づいていくっていうのは確かなんですね。だからダラダ、たとえダラダラだったとしても続けるということです。とにかく続けていさえすれば機会タイミングっていうのに恵まれることはあるということです。90分間全てが機会タイミングってことはないです。でも90分間でただの1回もタイミングが合わないってこともやっぱりないってことですよね。だから機会タイミングが合うという時っていうのは時間の長さでいけば本当に短いし一瞬なんだけれども、90分間全てが機会チャンスでない代わりに90分間全てでね、ただの一瞬もチャンスがないってこともないということですよね。だったらその機会タイミングが訪れるまでまずはそのフィールドの中にいる必要があるし、サッカーを続けてる必要があるわけです。だからたとえダラダラだったとしても続けるということです。で80から81もうね、今日練習しても明日練習しても明後日練習してもやっぱりずっと80のまんまで、全然自分が上達しているような感じがしない、全然ね成果につながっているような気がしないとしたとしても、それでもやっぱりやった方が81に近づけていることは確かなんです。でそれをこう続けていると、ああねちょっとこうやる気ない中でも毎日毎日やっぱり やり続けてたからね、自分ではねあんまりこうはっきりした自覚はなかったんだけど、やっぱり上手になってたんだなとねっていうのを81とか82になった時に初めて気づけるんですよ。後から気づけるんですね。あの時は、まあ、やってもやらなくてもどっちでもよかったっていうかね、まあ、やる気は全然なかったんだけど、まあ、とは言ってもやっぱり毎日毎日のことだからやろうとね、毎週毎週のことだからやろうということでね、はっきり言ってやる気100じゃなかったんでダラダラだったかもしれないけど、それでもね続けてたからやっぱり自覚なかったけど上手くなってたんだと、成果ゴールに対して近づくことができてたんだっていうのは81とか82になった後に気づくことができるんですね。だからたとえダラダラだったとしても続けるということです。まずやる気っていうのはそもそも成果に対してあんまり大事な要素ではないということです。始めるきっかけでしかないってことですよね。だから自動車の運転でいうその最初のエンジンキーみたいなものなんですよ、やる気っていうのは。最初ね、あの鉄の塊の重たい物体が、ね、動くためには、ね、エンジンキーを回さないといけないわけですよね。でそこで大きなエネルギーっていうのもまず必要になる、それがまあやる気みたいなものなわけです。でももうエンジンかかったと、エンジンかかったっていうんだったら、もうだったらあんまりこうね、エンジンのキーですよね、鍵を回すっていうのはそんなに大事なことじゃないわけですよ。実際その車がもうすでに動き始めてます、車が動き始めてるんだったら、じゃあ目的地があるわけですよね。その目的地に到達するまではもうやる気ってほとんど関係ないわけですよ。たとえ途中で何回何回赤信号で車を止めないといけなかったとしても、一回一回こうエンジンを切らないですよね。あ、赤信号だ、じゃあ車止めよう、で車止めて、まあ、エンジンキーも切ろうっていうふうにしないわけですよ。まあ、切ったら逆に余計ね、ガソリンをたくさん使っちゃうわけですよね。なんでかって言ったら、重たいものが完全に止まってる状態をもう一回動かすのに一番大きなエネルギーがいるんで、たとえ赤信号だったとしてもエンジンはかけっぱなしなわけですよ。ただブレーキを踏んでエンジンをかけっぱなしにしてるわけです。そうするとブレーキを離すだけでまたブーと、車が前に進みますよね。そういう感じなんですよ。だからやる気っていうのが大事なのは、一番最初の一番始めるきっかけだけということです。いざ始めてるっていうんだったら、もうやる気は本当にどっちでもいいっていうか、ね、まあ、マイナス100じゃなければ、まあ、マイナス30ぐらいだったら行動するかと、今日もやるかということで、まあ、やるということですね。でそうしてとにかくダラダラだったとしても続けていると、ね、ちゃんと機会タイミングみたいなのが、まあ、訪れるわけです。それは大抵の、ね、24時間365日とかの中では本当に、まあね、数少ない1
1日、数少ない1時間、数少ない30分かもしれないですけど、それでもやっぱり機会タイミングっていうのが全く来ないってことはないわけですよね。必ずやっぱり来るわけですよ。でその時にちゃんと、まあ、力を温存していて、なおかつ、まあ、日々ね、どんだけやる気がなくても知識技能経験っていうのを、まあね、磨き続けていたならば、まあ、力があるので、その力っていうのをその一瞬で全集中でぶつけるわけです。ゼロツーサウザンドでいきなりゼロから1000に自分のエネルギーっていうのを全部ぶつけていくわけですよ。そうやって、まあ、数少ない機会タイミングっていうのを逃さずにしっかりと、まあ、掴むということですよね。それによって、まあ、ちゃんと、ね、決めるべきゴールですよね、まあ、みんなから求められている機会をちゃんと生かして、ね、そしてみんなが求めている結果っていうのをちゃんと掴むということです。まあ、全力で、ね、シュートを蹴り込んで見事にゴールを決める、すなわちその成功とか夢実現を果たしていくというのが今回のお話になります。はい、今回の動画がですね、まあ、何らか気づきのヒントになったとか役に立ったということであれば、高評価、チャンネル登録、そしてメルマガ登録していただけましたら幸いです。よろしくお願いいたします。はい、あなたのとても貴重な時間にて動画を最後までご視聴くださり感謝しています。いつも本当にありがとうございます。白坂慎太郎の経済ニュースの本質。